これですね、まあ、不整脈のところですね、いつも言ってることがあります。それはですね、何かというと、不整脈を読む上で一番大切なことは何ですか。ね、これ、前回というか、その、学び尽くせるですね、セミナーでもやったと思います。不整脈を読む上で一番大切なことは何か。はい。これですね、もう、たった一点だけです。たった一点だけ、不整脈を読む上で一番大切なこと。それはですね、窒息不整脈を見逃さないということです。はい。もう、これが、もうメインとなると思ってください。窒息不整脈を見逃してはいけないんです。はい。じゃあ、窒息不整脈って一体何なのか。なんですけども、まあ、どういう定義があるか、はい、これですね、脈の乱れ、不整脈が原因で突然死するもの、これがですね、窒息不整脈と言われるものです。はい、ね、脈の乱れがあって不整脈で、それが原因で突然死してしまうもの、これが窒息不整脈なので、これは絶対に見逃してはいけないということです。はい、最後に大どんでん返しのセミナー、分かってても最後まで目が離せませんと称賛されたセミナーで、窒息不整脈を判別して行動できる人になれます。こちらのセミナーが書籍になりました。 Amazon で購入することができます。この書籍にはセミナー動画がついており、こちらの QR コードから読み取り、何回でもご視聴いただけます。ここからお得情報です。谷口聡氏ホームページから書籍価格の 30% オフでこのセミナー動画をご視聴いただけます。詳細は説明欄をお読みください。脈の乱れ、不整脈が原因で突然死するもの、これがですね、窒息不整脈、これは絶対に見逃してはいけない。ダモネルチ解いていきましょう。でも、もっともっと紐解くとですね、血圧が出せない不整脈が持続してしまうと、窒息不整脈はどれですかって言われた時に、これなんですね。VT です。これが窒息不整脈です。どう仲間それか。それが、これ、上皮性、上皮性、上皮性、心室性です。それは、VT か否か、ここを見るだけです。これが窒息不整脈の鑑別ということになります。で、続いては心電図ですね。確定診断はできないんです。難しいので、消去法で削っていくしかありません。今日は、見落とさないということによって焦点を当ててやっていきます。じゃあ見落とさないための原則何がありますか。ちょっと5大原則があります。心電図を見たらですね、QRS の幅をですね、大きくにします。そして、RR 角度を目安に、そして、頻脈スイッチ、実践断裂、最悪を想定して、どう動くのかまで今日はやっていきます。よろしく、幅に入っていきます。ナローかバイトでは、なので、上肢性なのか、それが心室性なのかは、わからないという、QRS の幅はですね、ただ単に、上肢性の一部を否定した消去するだけのツールになります。では行きましょう。次ですね、RR 角度に入ります。RR 角度で AF を消去した。ただ、これだけに過ぎない。次、頻脈スイッチです。VT はリエントリー制です。はい。いきなり始まって、いきなり終わる。これが瞬間スイッチです。つまり、まだ、その、心室性を防ぐかどうかは、わからないということです。ここからですね、じゃあ、いよいよ窒息の鑑別に入りましょうと。心電図で VT を鑑別することはできません。はっきり言っております。バイタルサインって何ですか？生きてる合図です。心電図では、心電図操作に関して確定診断できません。そして、窒息不整脈を判別、鑑別することができません。バイタルサインはこの4種類です。血圧、脈拍、呼吸、体温、この4種類しかない。そういう心電図を見かけた場合はですね、割と決まりですね、頻脈を見かけた場合は、すぐにですね、患者さんのそばに行ってあげてくださいと。そうしなければ、そこでバイタルサインを取らなければ分かりません。で、どうあがいてもですね、心電図でですね、窒息かどうかでも鑑別することができません。はい、なので、バイタルサインを取るということは非常に大切なことになります。はい、次から最悪を想定しましょうということですね。最悪を想定しましょうということで、VT をどう鑑別していくか、これに必要なのは、どうコールするということ、ドクターコールですね、ドクターコールをどうするかということに入っていきます。勉強最初に言いました、本日のゴールは、行動できる人に、やはり今日、来られている方はですね、行動できる人になっていただけないんじゃないでしょうか。ね、知ってるから、やってるように変わるということです。それが、それはできてきて、そしてそういうふうに伝える人になってください。後半でですね、スタッフの方に伝えてあげてください。